こんにちは、僕竹塩です。今生まれた岡崎城にいます。はい、元気にご挨拶できたね。はい、私は竹千代の父の松平広忠です。本名は浅井国臣と言います。竹千代君はちゃんと刀を持ってきたので、私も今日はですね、刀を持ってきました。ちゃんとした刀です。はい、これ何か分かりますか？孫の手ですね。でもね、この二人はおじいさんと孫じゃないんです。お父さんと息子なんですよ。で、僕たちはこれから何をやろうかというと、徳川家康子って知ってますよね。この徳川家康という人が実は世界でも最も優れた政治指導者だったということを、岡崎、生まれ故郷の岡崎からこれからご説明をしていきたいと思うんですね。この竹千代君と一緒にやっていきますので、どうぞ楽しんでください。竹千代、お前はどこで生まれたかわかるか？学校の5階。5階、天守閣か。みんなね、天守閣だと思ってんだけどね、実は違うんだ。じゃあここに行ってみようか、生まれたところに。うん、よし、こっちだ。稲姫がいたぞ。偶然だな、これは。稲姫、どうぞこちらに登場してください。あ、良いんですか？はい、ありがとう。偶然なんだけど。すごい、かっこいい刀も。竹千代の大好きな。あらららら、ら。よかったな、あえて。緊張しておる。大丈夫だよ、ね、なんで大丈夫よ。今だからどこで生まれたのじゃっていう話からね。うん、だから生まれたところにね、来たんだよね。あ、そう、良いじゃないの。君が生まれたのはここだ、坂谷邸だ。これもね、1542年12月26日、虎の刻っていうの。虎の刻っていうのは、まだ真っ暗な時間で3時から5時ぐらいの間がいい。ここで生まれたんだよ。ちょっと行ってみようか。ね、じゃあ。いらっしゃい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。竹千代ならぬとし君がですね、結婚したい相手があの お姫さんなんですよ。本田忠勝の、あの娘さんなんですけどね。あらあらあら、またまた。さっきは稲姫に会って。あ、そうだよ。はいはいはい、初恋相手の。初恋相手ね。皆の衆こんにちは。それがしはグレート家康公青い武将隊徳川家康である。よろしゅうに。そして我が傍らにおるは、わしは井伊直政でござりまする。よろしゅうお願いいたす。ん、うん、今日はどういうテーマで？あの先ほども説明しちゃったのでですね。あ、そうだ。このここはこれだ。実はね、皆さん多くの方がその竹千代が生まれたの場所というのがね、天守閣じゃないかとか、あ、なるほど、二の丸じゃないかとかいう人が、やっぱり全国にも多いので、いや違いますよと、この坂谷邸ですよという話。そこから竹千代チャンネルスタートです。素晴らしいチャンネルだろう、第1回にふさわしいですな。竹千代よ、ブルーンを祈る。頑張ってな。よかったな。ありがとう。さらばじゃ、さらばじゃ。いかがですか？本来はですね、この8歳児、もっとハキハキと、歴史のことについてかなりの知識を得てますんでね、お話をしてくれるんですが、この8歳児と一緒に家康公ゆかりの16箇所を訪ねて、昔から伝わっている、そして新たに私たちが見つけた秘話などをエピソードとしてご紹介していきます。その YouTube の撮影制作にかかる費用をクラウドファンディングで求めています。どうぞご協力ください。